はい。ひとつきまずは清です、えー。東京大学法学部を出て大蔵省に入って、そのち、えー、いろんな人の政治家のケツ、石原伸晃とかのケツを舐めてですね、えー、国会議員になった玉木さん、ね、今回与党になりたいのに自民党のケツを舐めてですね、えー、トリガー条項を入れてね、入れてくれたら予算案賛成しちゃうっていうふうに言ったんですけど、岸だから、はっ、知らんわっていうふうにこう、言って、言われてしまった後に負け惜しみで、トリガーないなら三党協議離脱もするっつって、 いや、あの、離脱じゃなくてね、もう政治の世界が消えていいです、あなたはっていう。えー、そんな原発利権に支えられた玉木雄一郎さん。なんせこの方の国民民主のね、あの、支持母体は電力総連ですから。はい。ね、原発万歳与党の靴を舐めるぞ、イエイイエーイという玉木雄一郎さん、もう消えてほしいなというふうに思って、えー、今日も本間さんと話をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すんげえ嫌いな人。 毎,毎回、言ってるよ、ね、毎回毎回言ってもだってさ、玉木雄一郎ね、あの、文春で取り上げられた、うん、この国民民主系議員に豊田系19労使が違法献金したっていう話だってさ、なんもまだ終わっとらへんやないかな、無視ですよ、はい、無視、無視。本当だね、そういえば、うん。もう無視で乗り切ろうとしてるよ、うん、玉木雄一郎は。してるね。うん、なんかこう 静かの感じだよね、うん、知らんってこれはあんまり追求他のところからもあんまり追求されてないもんね、うん、そう言われてみると、うん、だから「あの文春だけなんだったら無視してたらそのうち民は忘れるであろう」なんせ俺は東大法学部を出て大蔵省に行ってるからな愚民たちのことなんて全部分かっちゃうぞん腹立つわうんそうな、ねうん、この玉木さんはさ うん、なんかまあもう本当にえっ、ー、とに自民党公明党を国民民主でこういろいろ話し合ったりしてるじゃないですか、うん、だからもうこいつ与党じゃんそうよもうだから自民党入りすりゃいいじゃん、うん、何なんのこいつそう,そうなのよ、うん、いや与党,与党の作った予算案に賛成するっていうことはさ、うん、じゃあ自民党入りゃいいじゃん、うん、ただそれだけの話よ、うん もういつでも誰でも迎え入れてくれる二回おじいさんがいるから本当だようん二回おじいさんに電話して「もしもーし明日入会したいんですけど」たら「おいおいよ」ってだよもうだって先月の段階でねえ予算案大賛成でーすっていうふうに「キジタッチ」っていうふうに岸田さんってやってるじゃないですかあのさ、まあ、予算案ってさえで予算案って いやなんでやじゃあ野党がなぜ予算案に反対しちゃいけないのかっていうそもそも論なんだけど、うん、まあその予算案って結局いろんなものが入ってるじゃない、うん、いろんなものが。うん、トリガ条項だけの予算案じゃないじゃない当たり前だけどさ。うん、もうさまざまな、えー、分野の予算がこういろいろ入ってる。うんうん、で やっぱりそれのその編成のポリシーっていうのが、うん、その与党と野党では違う。うんうん、でまあ要するに、うん、あの野党はやっぱりそれはここのお金はもう少しこう組み替えてこっちへ持ってった方がいいんじゃないかといろんな意見があるわけうん、うん、でだから賛成しない。うん、えーと少しは賛成できる部分があっても、うん、やっぱり。 その大筋で賛成できないとかねそういうことがあればやっぱ賛成しないのが野党の仕事なんだよ。うん、だけど玉置はトリガー条項やってもらえそうだからおーじゃあ賛成するわって言っちゃうと、うん、それは今まで彼が野党として自民党にいろいろ反対をしてた部分が全部消しとんじゃん。 与党がやってることに賛成しますよって、そういう意味なの、意味になっちゃうのよ。うん、なるよ。だから予算案に賛成するか反対するかってさ、もうまさにこう踏み絵みたいなもんでさ、うんうん、やっぱり野党をやっている限り、野党でいる限りは、うん、当初予算案なんかに賛成なんかしちゃいけないのよ、うん、だから。うん、そらそうだよだに。だよね。だけどそれを、 いってすじゃって「うん、いやトリガー条項今国民トリガー条項発動が今は国民にとって重要だから予算全部賛成しちゃいます」って言うのはさすがにない。だってあのほ、ー、かに100個ぐらいあるうちね、ま、納得できないやつが99個あるけどもこの1個認めてくれるんだったら他も毒を食らわさまで。あ、うん、そういうことでしょ。 だから、やっぱないよね、その話は。ない。普通に考えても。うん、だから、結構みんな驚愕したわけよ。うん、え、賛成しちゃうのって。ね。ちなみに、あの、誘導、もう一つの誘導である維新を賛成してないわうん。与ョタに賛成するなんて、野党としての気概を忘れたのかーっていうふうに、維新からすら批判される。それが国民民主。ね。もはや人ではない。 ね、まああいつらあだろう、なるほど、うせウラン食ってんだから別にいいんだよ。うん、ポリポリ、ウランせんべい美味しいです、ポリポリ、ポリポリポリ、体からチェレンコク反応が出ます、ピカーンみたいな。ゴジラかよ。<laughs> はあ、ね。うん。まあそれで、うん。まあそこと裏、まあ裏切っちゃったっつうかさ。うん、まあ清水さんが今言った通りさ。 残り99個には反対してきたわけだろって。うん、うん。なのに、まあ、今まではずっと反対しますって言って、いろんな選挙に出てきて、票をもらってたわけじゃん。うん。それあっさりぶち捨てちゃったわけ、ね。うん。そうするとさ、お、ま、前、あ、ちょっとこの党は、えー、っと、与党なの野党なのっていうね。うん。うん。その、なんていうのぜぜひひとか、 提案路線っていうのは、うん、まあそれはその、なんていうのかな、聞こえはいいんだけどさ、うん、聞こえはいいんだけど、そういうやり方やってると、与党なのか野党なのかっていう、もう、この境が見えなくなってくる。で、そこに足半分突っ込んじゃったのは、泉ちゃんの立憲ね。ああ、もう腹立つ、腹立つ、本当に。うん。あの、ほら、提案型野党なんかね。 批判ばっかりしてるってあのんかこういろいろ言われるんでって言うけど、うん、批判するのは野党の仕事だからうん、うん、あでもあのちょっとあの最近私ですねちょっと泉さんをフォローしようと思ったんですほうそしたらはいなんとですね4月15日にですね泉健太がアベノミクス批判をしたんですよ。うん、ねっ 円安の進行はね岸田さんと黒田晴彦総裁の責任だアベノミクスと決別するべきだ、うん、ああ言ったね正しいじゃんは,はいこれ4月15日山本太郎が辞職するというねニュースにすべて吹き飛ばされてほとんどの人は知りませんでもねこれが何気に嫌でなんと立憲民主党泉代表は批判の前に反省をするべきだと次の日に茂木幹事長が反応したんですよーー言ったね これやっぱ嫌なんだよ、ここ批判されんの。そうね。だから嫌がることをやりまくればいいんだよ。いや、それがやっの、仕事だ、ね、そう。で、しかも、茂木幹事長はね、すごいこと言ってる。泉氏は、他党のことをあわだこうだといろいろ言っていることだが批判する前に自分のところの間違いを反省し、国民に説明するべきではないかーい具体的に間違いって何のことを指しるんだええー、っとー、特に何も言ってないんですよ。だよね。はい。 で、さらに、画面陰水、研究不快な感じでいきますとですね、このまんま。茂木さん、こう言うんですよ。立民が主張していた新型コロナのゼロコロナ政策に関して、いかに非現実的だったかは明らかになっている。批判ばっかりで全く建設的な意見を言わない。だから、事実か低迷する。ちょっと待てと。あの、この2つの突っ込みどころがあります。うん。1>, 1、世界中どこもゼロコロナができてない。という前提。 うん、だから無理なんだよ。2、立憲民主党の言っていた意見を自民党政権が全部聞いてゼロコロナ頑張ったけど無理だった。どっちも違う。インドは10億人以上人口いて1日1000人しか感染してない。日本で言えば100人です、1日。十分ゼロコロナやれてるじゃねえかよ。抑え込んでんじゃねえかよ。パキスタン、人口2億2000万人。 1>, 1日あたり感染者数90人、日本でしたら40人、すごいやん、やればいいやん、できてるやん、できなかったのは自民党政権のせいですよね。で、それを、ね、うん、それを、あの、まるで立憲民主党の意見を聞いたら、ゼロコロナうまくいかなかったじゃん、全くじゃなくて、これ、自分の失敗をお前のせいだっていうふうに、嘘で言ってるから、二重で恐ろしいこと言ってるんですよ、これ。 うん、でもアベノミクス批判がされたら嫌だったから茂木幹事長が慌ててこういうことを言ったわけですよ。うんうん、ってことはさやっぱ批判でいいんだよ泉ちゃんそうそれでいいの、うん、いやそれで茂木がさ、うん、かまず反省しなさいって言うんならす、うん、かさず何のことを言ってるんですかそうやんなきゃダメよ。 えー、ご批判ありがとうございますと、えー、泉氏は他党のことをあだこうだといろいろ言う前に、ね間違いを反省し、国民に説明するべきだと言うんですけども、ゼロコロナ政策に関してはです、ね、私、受け入れられた覚えがございませんので、一体何をおっしゃってるんですか、モテ木、おい、モテ木っていうふうに、これいや、いいんでああ。ごめん、あれ、俺、間違えた、あのこの間、あ,のあれだ。 えっとうちの会議で、うん、あの茶帰って言ったけどお茶出しちゃったのあ,あれお主は俺だった <laughs> で高市さんにペットボトルのお茶出したらなんでストーンとかケーキがないんだよプンプンって怒られた件だったわごめんごめんっつったらそしたらまたグサグサグサってさしゃいいんだよそこで泉戦い戦い泉健太そ <laughs> うだよねで,で、あのー、もうどうせもう敵の言ってることなんかいい加減なんだからさ、うん うん、だったらさ、また関係ない、もう橋本みたいにさ戦場を移すんだよ、うん、何言ってんだよ、お前なんか、あれじゃねえかって、総裁選で人全然集まんなかったじゃねえかって言って、茂敵を指すっていう。そんで玉木雄一郎に関してはね、なんか立憲民主党がさ、略称、民主党で調整、国民は反発、国民民主がって言ってるけど、いや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 、だって違法献金なんて受け取って、ほんでもって、与党にすり寄ってる国民民主さんが、 間違えて民主党っていうのはうちの立憲民主党間違えて入れられちゃうと困るんで略称は統一しておかないとねダメだと思ったんですよ <laughs> って言えよ泉さんね、うん、それぐらいの嫌がらせやもん嫌がらせしちゃうもんこれから自民党と国民民主にうんいや誰かさ、うん、あの協力のそのもし泉がどうしてもや,やりたくないんだと僕はそういうね擬、うん、品なことはっていうんなら、うん そういうまあ一応、原因のことがやれる兵隊作れよって。これはね、本間さん、やっぱり、VTuber を作るしかほら立、立憲の中に。立憲民主党公式 VTuber。うん、立憲君みたいなのを作ってですね、そこでは本音で喋っていいのよ。なるほど立憲民主党の 議員たちがクソだねーって思っていることを v チューバーに喋らせって <laughs> あんまいいかも、ね、でしょうんうんそれでいいじゃん過激な立憲君っていうね<え>立憲本音チャンネルみたいなのを作ってたそうよそれでいいと思うよ、うん、でそれで匿名でこう言いまくってさ俺結構ハンドハルドってなったら国会で言えばいいんだよ、うん うるさいよねーって名指しする前にまさに他さんの意思として、えー、自民党が反省してほしいよねーとかっていうふうに2回ギャグを挟んだりするわけですよ。うん、いいと思う。うん、そういうのは必要なんだよ。どうだよあそこの党にはね、うん うんそういう人間あじゃねえや v ューバーをでいいじゃないかそうよどう v チューバー路線あいいんじゃない、うんねだってさお、ね、あそこには令和にはさ、うん、なんとあの大石蔵之介じゃなくて大石明さん大石明子さんというさ、うん、もう秘密兵器が爆弾しちゃってね維新、うん、キラーとしての、うん 実力を思う存分発揮してるわけさ、うん、ああいう人が必要だよねやっぱねビシバシ必要ですよ VTuber だろうが何だろうが何でもいいよ、うん、なんか必要なんだそういうの、うんうん、もう即強力に反撃できるよね、うん、人体がうんそうん、いうのにさなのにさ茂テ木が言ってあいつとか茂、まあ、テ木でも誰でもいいけどさ、うん ああの自民党からがなんかぺろっと言われてそのまま放置しとくからだめなんだよ。なあだよ。ね、えええっモツさんなんですかえっケーキでも出してくれるんですかとかさ。うん。でもお茶会って誘われたられなんかペットボトルのお茶しかやっぱ出てきませんかねっつって。すぐそういうふうに切り返せるんさ。うん、あれがはやっぱ必要だよな。ね、うん。考えてみたらその通りだな。 ちょっと、日見に何か言ってやろうか、v チューバー v チューバー路線でいいじゃないの。うん、で、そんで音声変換で、実は私がずっと喋ってた <laughs> <laughs> いいんじゃないのなんか、でもなんか喋ってるネタがなんか,どか、どっかと被ってるな、これって。かぶってんな。どっかの YouTube チャンネルと激しくかぶってんな。<laughs> <laughs> <laughs> まあそれでさ玉木の話に戻すとさ、うん、いやその今のさ、国民民主と立憲民主で民主がかぶるっていう話だけど、うん、だって立憲民主の方が先にできてるだろう、そ、うん、うよ。それでなんで後からできたところがさ、なんか偉そうにうちが民主だって言っちゃうわけ、うん、俺、あの議論がよくわかんないんだけど。うん 先にできてる立憲民主が民主でいいじゃない別にさ、うん、なんで国民民主そんなにあんなに偉そうなんだろうね偉そうなんですよよく分かんないんだよ国民でいいじゃんお前らのところ国民民主って言うんですさ嫌がってるところ嫌がってることをやるっていうのがさ敵に勝つ基本ですようんどうの または原発とかって言っていいあそうそうそう,そうチェレンコフとか核反応とかそういう党にしたらいいんじゃないですかね上級国民、うんえー、原子力搾取党でございますっって田舎に原子力うう田舎に原発これによって国民を搾取しますっていうふうにいやいいじゃんだるほまあ田舎にっていうねうん、うん ゴっていうと嫌がられるかもしれないけど、うん、なんかこうほ地域振興、うんえー、人口減少社会、えー、地域振興のために過疎地帯に原発を置きたいと思います。みたいな感じ。うん。いやもうおかるよってもうね、その代わり福島みたいな事故が終わると一発ダメになるけどね。うん大丈夫大丈夫原発安全だからっつって。そう,そう。 311以降原発の安全性は飛躍的に改善されましたうん、飛躍的に改善されました我々は一度失敗して学びましただからこそ日本の原発をよろしくっていう風に安倍晋三が外遊で売りまくって1個も売れなかったけど日本だったら騙せる 電通の力を借りて騙せる原子力原子力をよろしくお願いいたしますそうすれば電力会社の利益がどんどん上がって電力会社の正社員がうはうはそうすると国民民主は永遠ですにもう田舎を踏みにじって永遠なんですあそれでは票が入んないの、ねうん、いいいよあんなだませるだせるって言っちゃいかご理解か <laughs> <laughs> ご理解いただくか、うん、共感を得るこれですよは電 <laughs> 通も博報堂も日々その技術を磨いているわけです腹立つなまあなあだからなあその <laughs> やっぱりまあ昨日も何日か前も言ったけどやっぱり自民党って やっぱりしすごくしたたかだよね、うん、ああやってさあのー、国民民主玉置がふらふらとさ「うん、うん、ちょっとこれトリガー条項とか三四んとかって言えばもしかしたら明日は二階派に入れるのかしら」ってちょっと色気を見せるとすぐ「うん、入れるかわよ入れるかわよ」っつって「うん、ちょっと一緒に話し合おうじゃないの」うん、って、うん、すぐにさ。 くるよすぐに取り込んじゃってさ、うん、これであのー、ね予算案賛成させて、うん、野党の足並みを乱れさせて、うん、で引っ張るだけ引っ張って、うん、トリガー条項なんかシャーンっつってポイっつって捨てるっていうさ、うん、すごい。だごいその間さ、うん、その間1か月ぐらいはさ、うん、なんかほら与党みたいな感じでこうさ打ち合わせしてさ。うん あやっぱり音っていいな楽だなって頼むが官僚の頃に偉そうにやってたのもう思い出すな分かりましたいな石原信輝の秘書やってた時こんな感じだったな <laughs> ああもうねあのー、役人財務省の役人とかみんなへこら飛んできてな、うんうんうん でこれちょっと明日までな資料出しとけ。ああ、わかりました <laughs>。36時間ぐらい残業させてさ、うわーって、そんなの野党がいくらって、あのーあのー、いく野党がいくらくれって言ったって、うん、絶対出してこない。れうんうん、それよ、ね。今回このトリガー条項に関してさ、おー、どうなのどうなの財務省はどうなのって、うーって書いてさ、すぐバーって出してくる。うんうん 玉くんもそれをこう味わってあこれだこれだよ、うん、久しくは忘れていたこのうん、うん、気持ちよさ、うんま、多分思い出しちゃったから、うん、で思い出したところでまたポイって捨てるのが自民党うまいんだわねすごいよねうまいよえ、うん、そんなこと何の約束もしないけどうんうんえっじゃあ玉木のしょうがねえから じゃあ、いいよ、2回派に入れるから、チャイナル来れば、うん、すごいよね、したたかな雰囲気がさ。ようやっちゃう、本当に。<laughs> ねえ、でも本当そういうふうにして取り込んでくるわけよ。うんうん でこうやって自民党にあーああってやられるとだんだん勢いがなくなってくるからじゃあちょっとうちの党にもう来おへんかっていうふうにああそういやあのっ、ー、てって。っていうかトヨタの問題どうなった違法献金2億それもねあのあれあの自民党に何とかしてもらうっていう。<laughs> 党が解散しちゃったからもう追及のしようがありませんとか言ってさ。<laughs> 国民民主で国民民主自民党に入って彼らも反省していると思いますだってさ国民民主の人間がみんな自民党に入るということは豊田労組の献金がそのまま自民党に入るだろう。いやいや。とだ<後>、うん、ね。あこれはおいしいな。うん。 これは美味しいな。そういう意味では、連中を取り込む意味もあるのか。これが入ってくるからね。うんうん、あの、野党の貧乏な、あのー、議員を何人抱き込んでも、本当に美味しくないけれども。うん、うん。これは美味しいよな。そういう戦略なのかもしれないね。うん。うん、いいな。うん。 さすが自民党ですよ。さすが自民党だね。ジねジェニコの匂いのするところに自民党はあり。それ維新もそうだけど。うん、いやー素晴らしいよ。それで玉木、ついに自民党入りか。もう完全にもうそういう運転みたいにしゃべってるけどさ。 ゃゃまあ、まあそういう流れになると思うよ。うんうん、今からだ結局だって今からじゃトリガー条項をやってもらえないんだったらじゃあ俺もね打ち合わせするのやめるわっ、うん、言ったところでさ、うん、もう予算案には一回賛成しちゃってるし。ううん、うん こういうことをやると、一体この党は信頼できる党なのかどうなのかっていうね。うん、いつでもひっくり返るみたいなん。うん、ね。まあ、それが提案型野党って言い始めちゃうと、結局、そういう末路になっちゃうんだよね、これね。うん、提案型って。別に、あのー、なんていうのうーん、まあ、野党が提案できるようなことで、 与党が自ら提案できないようなものなんていうのはさ、ほぼない。うん。あの、あるとすれば、例えば原発。うん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 。原発全部禁止それは、与党は絶対そういう法案を出せない。うん、また消費税、うん、全廃とかさ。それ、うん、は出せない。うん。それは出せないけど、まあ、それ以外だったらさ、そんなに、 じゃ例えばこのトリガー条項についてなんていうのは別に国民民主が、あのー、その予算案に賛成してまで通さなきゃいけないようなものでもないじゃい、うんその別にそんなの公明党自民って適当に話し合ってやるっちゃったらやれるわけです、うん、そこに国民民主がいないと絶対不可欠なものじゃないじゃい、うん だから結局いらないのよ、国民。うん、要するに野党がわざわざそこに賛成するっていうのは、いらない。うん、で、そこを見透かされてるから、今もう、かなり危機的な、ね。あちこちでやっぱり国民民主、も消滅の危機みたいなこと書かれてるじゃないですか。やばそうなのあれなんで、ね。だって、あの、えー、っと、なんだっけ、副代表、前原だっけ、今。うん あれ人間がもうもう愛想尽かしちゃってさ、うん。もうなんで、なんか別に私は承知してないんだっていうふうに言ってたよ。えっよね。うん。うん、<laughs> だったら、政治ももうやめちまえよ、もう国民民主から。まあで、ね、も俺、お前らさ、あれがあるから。<え>希望の党のさ、希望の党ができたとき。うん ね、立憲取りまとめてみんな立憲じゃないか民主党を取りまとめで、うん、うわーって映っちゃったっていうね、うん、あの時のだってあれでしょ代表だもんね彼ね、うん、まあそれでさ立憲の立憲に映ってったこのおら方にはちょっと顔を合わせられないっていうのはあるんじゃないのやっぱりあそうでしょうそういうのが邪魔してんだよ っていうかほんとなんか国民民主の玉木さんってなんでトヨタの件言わないんだろうねん<ー>なんで無視,、ね、無視してたら忘れるってことそうそうそううん伝え方ひどいなでも他にさん<ー>あんまりあのー、やっあんまりほら 自民だからちょうど今さその自民党の中ではとりあえず国民民主は攻撃するなってことになってると思うよ。うんまあそうだろうね。今はさ与党との打ち合わせに参加してるからさ、うん、うん。半分与党だから、うん、これね与党が与党攻撃しちゃって意味ないわけです、うん、だから。 今なんとなくあんまり話題にならないのは自民党が攻撃してない、うん、維新もあんまりねこの件、うん、まだ叩いてないまあ、維新は叩いたらなんかブーメラン刺されすぎやろうっていうまあいつものなうん一応維新はさ国民民主がその予算案に賛成するまでは、うん 国民民主と連携してやっていくって言ってたんだよ。うん、言ってた。で、今、まあ、それがなくなってはいるけれども、まだ国民民主を攻撃だってこれがもし立憲だったらさ、うん、おお、維新なんか気が狂ったみたいに、あのー、批判してたと思うよ。うん、うん、絶対そうだ、うん、彼らの目標というのは、こう、おその、 例えば次の参議院選挙でも、うん、与党を減らそうというのではなくてうん、うん、まず彼らの第一目標は立憲を減らすことだったんですか立憲法を減らして野党第一党の座を取ると、うん、で野党をコントロールできる立ち位置をキープするというのは立憲、あのー、維新の目標だからね。うんうん だから立憲,立憲の落ち度は狂ったみたいに攻める。だけど、国民は。国民はね、まだね、そこまではやらん。ありなの、こんなの。ありです。これがリアルってやつですか。<laughs> 残念ながら、これがリアルというやつですね。うんうん、そして、そうやって、 野党がまた細かくく細かく分断されん。まあこれは本当あのー、自民党の最も嬉しがるうん、うん、ねやっぱね。うん、まあそりゃそうだね。まあ結局ほら去年の,その衆議院選挙が、うん、共産党と協力したから負けたんだよってことになってるじゃん。 うんまあ、そう一応そういうことにななってますなまあそ,のそれはメディアもそういう体制がそういう、あのー、判定を下してるっていうか、うん、まあそういうふうに書かせてるっていう意味もあると思すうさ、ん、あれはでも本当とほんと十いくつの,その選挙区では数千秒の差だったわけでだから本当あとちょっとで。 変わってたら野党協力大成功。バザーいっていう風になってたかもしれないわけ。うんうん、あれもさもう。 なんか立憲共産党とかっていうふうに言われたらさ、枝野さんが、ああ、なんか立憲共産党なるというですね、別にまだ実現もしていない政権に対して、30年間自由総科学会から批判をされまして、いや、本当に誠に困惑しております、みたいな感じのこと言っときゃよかったのにねああ。なそうよ。そういや、いいわいいだけの話よ。何を言ってるんだう,、ね、うん。うん。 でそれでなんかあの泉健太さんになってからもうちょっと元気に反論すんのかなって思ったらふにょっき <laughs> 反論しないじゃんっでなんかまた立憲共産って言われるのもなとかって言ってうだうだやってるけど、うんうん、あの結論言っちゃうとさいやだって協力しなかったら絶対勝てないうんうんうんほとんどの選挙区、うん、ね あのー、すごい知名度のある人でって言ってもね辻元さんみたいに落ちる時あるわけです。うんうん、だけどまあ、すごい知名度があってエ、うん、リア必ず勝てるっていう人を別としたらさこ、うんなの野党が協力しなかったら自民党に勝てるわけがないだ,、はい、だから自民党としてはそれをさ。あのー 野望集団って言って、けなしにけなしまくって、野党統一候補っていうのは衆議院選挙の時は失敗したから、参議院選挙ではやらない方,やらない方がいいよっていう、うん、そういう世論を形成させてるけど、うんうん、実際は違うと思うよ。そりゃあ,さあ、お前さあ、曹操がめちゃくちゃさあ、強力な時にさあ、 あーと劉備とあの孫権が喧嘩ばっかりしてたら勝てるわけねえだろってうそりゃそうだよ三国志、ねうん、そんなのまあいやっていうかもうこれ三国志ってあれ何千年前の話なんだから2000年千8 0 0年ぐらい前かなまあまあ約2千年前だとねっ2000年前にだよ、うん、弱小は連合組まなかったら 大敵に勝てないって書いてあるじゃねえかっていうさ、うん、<laughs> いやでもほら一応あのあれは諸葛孔明様が天下3分の計だっ,って動いたわけで <laughs> 孔明なしには無理だったわけじゃないですかそうねだからそう考えると、えー、諸葛孔明がいないと無理ですつまり諸葛孔明クラスの知識があって そこまで辛抱遠慮を実行できる人がいると仲違いしていても手を組んで強敵と戦おうとしたけどやっぱり曹操に負けましたって話ですからね <laughs> <laughs> そうなあまああともう一つの例で言えばさみんなが大好きなキングダムだってさいや、うん、そうね、ええ、始皇帝の、うん、結局始皇帝が統一するまではさ、うん 順位に分かれてたわけじゃない今戦国七柱なんで7カ国。カ国かうん、でそれで合従軍を組んで「真がこれ以上大きくなったら危険だ!」っていうふうに言って「長、ね、のね李牧」というこれまたもう秀才がですよねもう世界中華をまとめてね「真<ー>に戦いを挑むけど始皇帝に負けました」って話じゃねえかよあれも。<laughs> だからさ。 でもやっぱり結局はさ弱小は連合を組まないとそもそも戦うこともできないんだよ。<laughs> まあそうね。<laughs> 歴史上さ、うん、明らかなんだよこれは。うん、うん。でこれでじゃあ、ウェイウェイウェイお前立憲協賛お前、うん、おか変なやつ組むのおかしいだろみたいなこと言われて、うん、そうだなって言って単独で思い戦いと挑んだらさあっという間に消滅しちゃうよこれ。<laughs> でも明らかだろう、う、まあ、2000年、3000年前から。まあ、そうなんすね。うん、ね弱小は連合を組まなきゃ、戦いにもならんぞっていうね。うん、それはもう明らかでしょって、そんなの。は <laughs> そうやな。そういうさ、超優秀な軍師様が。 ね、うん、いらっしゃるっていうなら別ですけど、うん、なんか立憲を見てるとそういう方がいらっしゃるようにはちょっと見えない、うんうん、失礼だけどいるのかないやあのでもリボックと諸葛孔明だと負けた話になるのでやっぱあのポイニ戦争でハンニバルでそれやったら局地戦では勝ったからハンニバルも最後はな <laughs> いやでも一応カルタゴは老婆ーーを押し返してハンニバルが、まあ、最後ダメになっちゃっただけであって。 あれはまだあのあの国のその後とあの、うん、彫国のその後よりかだいぶましだと思うんですけど <laughs> うんそうな、まあ、でも何かもう100年ぐらいの開きはあるけどねうーんでもなんかなんか結局そうするとあのこの例えでいくといくら地上ハンニバルがいても李牧がいても諸葛孔明がいても結局大国には勝てませんねって話に終わっちゃうじゃんでも でも、うん、一時は互角の戦いができる。そうね、そうね。一時。一時は。うん、その時に押し切れれば、押し切れれば、歴史を変えることができるんで。うん,うん。うん。でも、ね、そもそも団結しなかったら、うん、最初っから戦いにもなりませんよね、うん、いうまあそうですね。うん、いや、そりゃ、ハンニバルみたいなウルトラな地層が出てくり別だよ。<laughs> うん。それはね。うん いいないでしょああ,、まあそういう意味で言うと、うん、太郎ちゃんとかはハンニバルに近いのかもしれないね。ああそうね、うん。いきなりさ、うんうん、空気読まないうん。選挙区で戦うんだったらお前うちらお前増軍団出して戦っちゃうからなみんな。っ <laughs> でみんな恐れてるわけじゃん。<laughs> そうね 彼が挑戦曲に来るのだけはやめてくれと思ってるわけじゃ、うんうん、まあ今回の場合はえっ、ー、と普通の選挙区か。あ,あごめん。うんうん、参院選挙だから。そういう意味でいうと、うん、そういう強さはあるよ、ねうん、彼でも不吉だな。ハンニバルも最後は負けちゃう、うん。負けちゃうっていうかハンニバルは負けるんじゃなくって。 こうなんていうか祖国の人たちから結局見捨てられるみたいなそういうだからそう考えるとナポレオンも似たような見ないですからね。あかんあかん。だからつまりこれ逆に見るんうん。ナポレオンを倒したのはだって結局ナポレオンにやられまくっていたイギリスとかロシアとかオーストリアとかあの辺が。 合従軍を組んで、うん、最後はナポレオンを仕留めるわ。一回、一回、一か1カ国対一か国でやると負け続けて。たからさ、うん、だから、やっぱり組まないとダメなのね。しかも、その時に、きっかけとなったのがスペインの戦争ですよ。で、しかも、そのスペインの時、なんであナポレオンの勢いがそがれたかというと。ゲリラ兵。そうだね、もうゲリラという、もう最初の、もう語源の。 そこで正規軍のナポレオンがゲリラに負けたあこれが、うん、これは山本太郎にしてで他の、うん、あの国々の人たちがあの野党の人たちということなるうね。そういうふうに考えないと、うんうん、それもやっぱり結局はさやっぱりみんなで協力しないとか、ね、うん、うん 自民党がナポレオン自民党をこうナポレオンになぞらえるのはちょっとなんとなく嫌だけどまあそうですねまあそういうことで、うん、やっぱりこれはね組まないとダメなんだってまあでもその野党分断の,、ね、その根源になっているのは私は国民民主だと思うけどな。 国民民主もね、そうだね。で、維新はもう分かりやすいじゃないですか、でも国民民主、ちょっと野党感出してるでしょ、ふわっと野党感。ま今までもそうだ、うん、もちろん。本当、クスだよ。ちょっとやっぱりね、罪が重いよね。うん、今まで野党ですってやってきたわけで。維新なんて最初からただの山犬だからさ、別に野党でも。 与党でもなんでもないはだけど、まあ一応、さあ国民民主ってもう何年かやってるじゃん、国民民主っていうんですか。それで一応ずーっと与党野党だったわけでさ。うん、ちょっとね、罪が重いよね。うん、重いよ。なのでこの辺でちょっと、店じまい でもやっぱりあれだ献金問題蹴りつけてもらってねどうだよ、うん、献金問題蹴りつけないとでもあれも結局さ、うん、まあ最後はさ献金もらってた議員たちの整理して、うん、玉木はあ俺し知りませんでしたいやもう全く厳正なる処分を下しました代わりにあの処分を下したので自民党に晴れて入ります まあななんんかそんな雰囲気やってるねいやでもこの予算案賛成した玉木雄一郎はもう自分の権益のためだったらあっちゅう間に憲法改正も賛成する男だよ。うんあ今賛成してるもうしてるからね。うん。うん、もう完全に賛成派だもんね。うん。クソだよ本当に。 ただ、まあその、国民民主が提出している、えー、っとけ国民投票法の CM 規制の中ではまあ一応 CM は規制すべきだあと、これは俺もその前見てて驚いたの、うん、ネットでの,の CM も全部禁止だこれは結構先進的だなと思ったんうん、うん、いやもう3年ぐらい前の話だけどね。うん うん、まあ、今どうするのか知らないけど、うん、この前、憲法審査会でね、議事録が早く出てほしいんですけど、まだ出てないんですよ。うーん。いや、まだね、広告規制の話は何もしてないからいや、えー、っと、前回、玉木雄一郎があの先週ぐらいに憲法審査会行ってきますと、うん、ケンブリッジ・アナリティカ事件も踏まえてネット広告規制について語りますと言ってたとの議事録がないんです、あ<ー>まだ。あま,だないまだないんです 3月3日までの分子が出てません、が遅いです。なるほど、ね。うん、そう、今のね、でも憲法審査会ってさ、とりあえずみんながみんな、めいめい勝手なことをばーっと喋ってるだけなの。うん、要するに、その CM 規制について集中審議しましょうとか、うん、いう形に今なってないんだよ。だから多分玉城、玉は玉木さんは玉木さんで、自分の好きなことだけべーっと喋って。うん うん、こんなことじゃあかんって言ってそれで終わったんだと思うん、多分ね。おそらく、うん、だけど。なんかな、その CM 規制っていうか CM って言ってるけど、まあ、広告規制だけどさ、うん、広告規制に関してはこの間の国民投票法を改正したときに3年以内に、えー、この件については。 話し合いいをするっていう不足をつけたんだけどもう1年間経った1年経ったけど全く話し合われてないこれをちゃんと話し合ってからでないと、うん、とても国民投票なんかできねえだろうってうねうん。っ、うん、俺は思うが。まあそうね、しかしこの自民党の応援団ともいえる国民民主。 はほ滅んでほしいなっていうのと泉健健太<う>意外に健闘ですよ、うん、モテ木が嫌がることを言えたんだからねっ、えー、ハンディバルはなぜ最後ああってしまったのかせっかくローマを押し返していたのに大勝利をした時にこれでいいいいじゃゃないかっっていううふに満足しちゃったのよ<う>勝利をね利用してね勝利に次ぐ勝利勝利の勢いを利用できなかった。 というのがハンニバルの知恵はついいいたたけど勢いが利用できなかったっていうだからそのモテキがさ嫌なこと言ったわけ嫌だと思ったわけじゃないですかねじゃあその嫌だなって思われたところをどんどんつくどんどんつくこうねあちょっと嫌がったふうあんま言うとなまたあの批判ばっかりって言われちゃうからなってマロはこれぐらいが限界じゃってかってさ勢いが奪われないんですよ ていっ、えー、いいてやれたんだったらここから勢いをつけていってあと例えばさアベノミクス批判をするんだったらね僕の心はね泉健太さん僕の心はね令和新選組とは被る選挙区があるかもしれないがねアベノミクス安倍批判というところでは心の中で共闘しております。 っていう風に、なんかそれっぽいこと言うんだけでいいんじゃん、<laughs> あ<ー>、はあ、はい、そうよ。確かに食い合うところはあるかもしれないけど、立憲民主党代表代行の大阪さんも野党全体の票が増えることこれは対局を見ればいいことです。さあみんなで安倍を倒そうっていうふうに。だかどうどうですかこれ。そでいいんじゃん。一票もんだけど。<laughs> どういいんだよって。えー まあねうちの番組をさちょっと広げていこうっていうふうになった時にさ何でもコメントしてほしいってねそうすると YouTube の中で評価が上がるしコメントが増えれば増えるほどすごく嬉しいんだよっていうふうな話をしたじゃないですかねで今日はどんなコメントがいいかっていうと「リボクって誰 <laughs> 諸葛神戸は知ってるけど「リリボク。うんうん違う「ハンニバル」「ボク。うん 諸葛明ね天下3分の計に合掌軍、慣寧の戦い、全部してる人いたかこれ、そういうふうに、え何よくわかんないっていうね、例えば本間さんとかね、えやってるときのこういう歴史ネタ、あるいは平瀬さんってやってるときの突然入るアニメネタ <laughs> とかが、かえなんどういうことっていうふうにね、ね昨日、あの三国志の呂布、武力120って話したじゃないですか。 呂布っていう漢字がわかんなくて、呂布って何ですかって平仮名書いたりして。ああ、なるほどね。呂律のロに、あの、布、布って書いてる。うん、なんだけど、そういうコメントで嬉しいんです、我々は。十分。あ、そのコメントあったっけ。あった、あった、あった。しかも多すぎて、読み切れないんだけど、私頑張って読みにしてますから。ね、いつも皆さん。 ありがとねっていうことで、チャンネル登録といいね、そしてコメントね、よろしくねじゃあねーどうもーはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も。 クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もダクションそれでは